ロッテ6戦全勝。ロッテ西武6回戦、ロッテが西武に6対1で勝利。貯金生活だ。3カード連続勝ち越し4連勝だと。7連敗が辛すぎて、そんなに快進撃だったの違和感ある。西武5月の貯金消滅、処方。眠れる獅子はなかなか起きない模様。この弱さはプロ野球チームなのか疑問に思えてきた。西武序盤に取れなかったのが全てだな。西武先発坊高橋、5回2失点。坊は先発5番手と考えれば普通によくやってくれたよ。坊ちゃん丁寧にコースついて大怪我はしないな。坊ちゃんがあれだけ頑張ったのに、オメガ。西武リリーフ水上、0.1 回4失点。さすがに水上もこれで2軍行くだろ。抑えて当たり前の環境でこの防御率ではな。水上メンタル弱い。ロッテ先発ダイクストラ。ダイクストラよかった、まさか新外国人投手で一番活躍するとはね。ダイク3奪三振率がそこそこ高いのがいいよな。追い込んだら三振を期待できるピッチャーは強い。ロッテリリーフ国吉、1回1失点。安定の国吉だった。国吉を代わりに事故られた後はなんとか立て直した。国吉は抑えて投げることで制球力が増したが、球威と魅力が消えた。西武の打点、中村一。おかわり様のホームラン体制義。おかわりくん3号すげえ。おかわり様さすが。ロッテの打点、外に山口一、藤岡に荻野一。外のスリーベースとさ。外は暴走だったのにセーフなのがさ。外が4番の仕事を果たしたな。山口がタイムリー打ったよ。山口よくやったな。山口は高めに来れば捉えられる外低めが課題だな。得点圏の鬼藤岡さん、091-11-1。さすが藤岡さん。藤岡は去年の同点スリーランから皮が剥けたかな。荻野らしい当たりあった。ロッテのベテランは無敵だ。さすが荻野おじさま。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。